皆さん、こんにちは、しょうまにです。今回紹介するトミカはこちら。トミカ、ナンバー16番、ランボルギーニウルス通常バージョンになります。で、スケールは66分の1で、アクションとキミカはサスペンションのみとなっています。で、ボディカラーは黄色になります。 で、ここには英語が書かれています。で、ここにはラボルギーニーのロゴマークが書かれていますね。で、材質表示はこちらに書いてあります。それでは、まずビニールを剥がします。では、開封していきます。取り出します。 あとは入ってないですね。トミカニュースが入ってました。では本体を見ていきましょう。じゃじゃーん。こんな感じですね。では全体を見ていきます。まず左側面。前。右側面。 後ろ、真上、真下ですね。メイン,ンベトナムベトナム製になります。で、ランボルギーニ、ウルスと英語で書かれています。で、スケラール六十六分の一で、ナンバーは十六番ですね。で、二千十八年製のトミカになります。で、トミートミカという文字も書かれていますね。 で、サスペンションあります。では、詳しく見ていきましょう。中を覗いてみます。 ハンドルは左ハンドルですね。で、シートにはしっかり模様があります。後ろのシートはこんな感じですね。で、前です。 ヘッドライトはクリアパーツではなく銀色で塗装されていますでここにはランボルギーニーのロゴマークエンベレムが書かれていますでルームミラーもありますねで反対側です こちらもサスペンション聞いています。 ドリンクホルダーもありますねで後ろですしっかり色分けされているのがいいですね特にこの部分ですね。 黒と銀色でしっかり色分けされています。で、しっかりランボルギーニーの文字が書かれていますね。で、ブレーキランプは赤で塗装されています。 で、アクションとキミックはサスペンションのみとなっています。走りはこんな感じです。 というわけで、今回は、トミカナンバー16番、ランボルギーニ、ウルス、通常バージョンの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。